薄毛は深刻な問題ですが、有名人も例外ではなく、薄毛を隠すためにカツラを愛用している人も多いのです。カツラを愛用している有名人、またはカツラ疑惑の有名人を8名、衝撃度ランキングとしてご紹介します。1位、細川たかし。歌手、細川たかしが30日放送のテレビ朝日系、徹子の部屋に出演。自身の特徴的な髪型が生まれた経緯を明かした。番組冒頭、司会を務める女優、黒柳徹子は、細川たかしについてベスト10で年間1位を、2年連続でおとりになるというすごい方なんですけど、最近は若い方の間でも特にこの髪型が注目されていてですね。きっかけは、徹子の部屋ということなので、それをいろいろ伺ってみたいと思います、と切り出した。細川は、2016年に同番組に出演した際に、カツラ疑惑が生まれたと説明。当時の VTR を確認してから、髪のことは言っていないんですけど、これからですね。結構アップになったところがありますよね。それから疑惑じゃないかって、と振り返った。黒柳は、細川が当時リリースした北海無法松の歌詞に、増毛町が出てくることに触れた。細川は、そうなんですよ。増毛ですよね、とし、増毛駅でイベントを行った際に、うちの社長が、たかし、カツラ疑惑だから少し短くしていけというわけですよ、と、現在のヘアスタイルになった経緯を明かした。細川は、これをまた、真似した奴がいたんですよ。吉本にね、とんでもない奴がいる。ひどい奴がいるんですよ、と。レーザーラモン RG43 にも言及。後に、拳たかしと名前を与えて弟子にしたことや、自身が衣装にしようとしていた着物を送ったことなどを挙げながらも、こんなに反り上げてね。本当に失礼な奴でしょ。これ、わざわざ剃ったらしいんだよね。俺はそんな頭してないのに、とぼやいた。2位、綾小路きみまろ。男性の薄毛問題は極めてデリケートで、自分からカツラを愛用していることなどを自虐的に話す人もそう多くはありません。そんな中、綾小路きみまろさんは、大物芸能人でありながら堂々とカツラの着用を公表しています。漫談家の綾小路きみまろが2022年8月3日、都内で著書人生は70代で決まるのごずり、記念トークショー&サイン本お渡し会を開催した。本の内容にちなみ、新たに変えたことを問われたきみまろは、カツラを新しく取り替えました。70代になって、これは新しいカツラです、とにっこり。合わなくて、馴染むのに結構、時間がかかりました、と振り返ると、今は暑いですからね。すごく大変なんですよ。何気なく、被っているように見えるでしょ？10分もあればフラフラになります、と悩みを告白し、笑わせていた。70代に見えない若々しさを見せるきみまろだが、これを取ったら80歳、とカツラジョーク。きみまろのカツラは有名な話だが、知らない報道陣もいたため、初めて知ったんですか？言わない方が良かった、とにあり。わからないように努力しているんです。すごい時間がかかるんですよ、と豪快に笑っていた。中高年のプリンス、との異名を持つほど、ルックスも悪くないのですが、本格的にブレイクする前は、カツラを着用する前の薄毛状態で公演を行っていました。主なファン層が中高年の女性というだけあり、ファンとしても、綾小路きみまろさんの髪の毛に関しては特にこだわりがない模様です。3位、船越英一郎。元妻の松井和代さんの暴走とも取れる泥沼離婚劇も落ち着き、騒動の影響で好感度も上昇することとなった船越英一郎さん。実は以前からカツラが噂されている芸能人の一人ではあるのですが、過去にある衝撃のカミングアウトをしたことがあるそうです。船越英一郎が、都内で行われた、アデランスブランドアンバサダー、新 CM キャラクター就任発表会に出席。プライベートでも商品を活用していることをカミングアウトした。2013年10月にもイメージキャラクターを務めていた船越。今回は船越自ら申し入れたといい、
毛髪で悩みが多かったので、15年前から共に歩ませていただいている。前回の CM 出演後にも多くの方から声をいただきました。単なるキャラクターではなく、一員になりたいとお話しした、と明かした。そんな船越の告白に、ネット上では突然髪が増えたのはやっぱりそうだったんだ。こういうカミングアウトは清々しくていいですね。どのような種類を愛用しているのか教えてほしい、といった声が上がっている。リップサービスなのか、それとも本当にカツラやアデランスに頼っているのか、真相は本人と元妻の松井和代さんの溝知るのかもしれません。4位、石田純一。石田純一さんといえば、不倫は文化発言を筆頭に、プレイボーイとしてのイメージが強すぎるイケメンタレントですね。自身の高齢化には勝てなかったのか、薄毛だとはっきりわかる画像が出回ったこともありました。しかし、トークバラエティ番組などに出演している際は、若い頃と変わらない清潔感のある髪の毛で出演しています。白髪も全く目立っていないため、実はカツラを愛用しているのでは、と疑われている模様です。石田純一が2014年8月13日、都内で行われた舞台、夫が多すぎての制作発表に、カツラと靴下を着用して出席した。舞台はカツラメーカーのアデランスが技術協力しており、この日は出演者全員が着用済み、あからさまに増えた中村梅雀と違い、自然に見えた石田も、つけさせていただいてます、とにやり。続けて足元をちら見せし、靴下も履かせていただいてます。上と下でテンション上がってます、と爆笑を誘った。舞台は大地真央を演じる夫人が再婚した夫。元を中村倉と繰り広げる騒動を描く。5位、玉木宏のダメカンタービレなど、人気作品で主演を演じてきた玉木宏さんは、歌手としての顔も持つ俳優です。イケメンであることから女性に人気が高いのですが、以前から薄毛が心配されており、それらしい画像も出回っています。近年は髪の毛が増えたように見えることから、カツラを愛用しているのでは、との疑惑が噴出しています。6位、小倉智昭。フジテレビのテレビ番組に多く出演してきたことから、フジテレビのアナウンサーとしてのイメージが強い小倉智昭さん。実際はフリーアナウンサーであり、インターネットテレビなどにも出演しています。カツラを公言できる芸能人はあまりいませんが、小倉智昭さんは、自身がカツラを愛用していることを自身の講演会で公言しました。堂々と公にしていることから、ビートたけしさんが、笑っていいともんの最終回にゲスト出演した際、小倉智昭の被っていいともとネタにしたこともあったようです。インターネット上では、生放送中に小倉智昭さんのカツラがずれ落ちる動画が出回っています。この動画で小倉智昭さんがカツラを愛用していることを知った人も多いようですが、この動画は、インターネットユーザーによるコラージュ動画であり、実際にこのような放送事故が起きたことはありません。7位、加藤諒。超個性派俳優であり、バラエティタレントとしても、テレビ各局で重宝されている加藤諒さん。加藤諒さんのカツラ疑惑。実は疑惑ではなく事件でした。加藤諒さんがカツラであることをカミングアウトしたのは、2016年2月2日に放映されたさんま御殿の中でのことです。実は今不安に思っていることをテーマにトークは、繰り広げられていましたが、その中で加藤諒さんは結婚できるか不安という相談を出演者に持ちかけました。どうしたらモテるのかと問う加藤諒さんに、格闘家の雅人さんは、もう少しおでこを出してみたらどうかとアドバイス。そのアドバイスを受けて、加藤諒さんは前髪を上げる仕草をしたのですが、上がったのは前髪ではなく頭皮全体って、そう実は加藤諒さんは本当にカツラを被っていたのです。ちょっと衝撃的で夢に出てきそうになりました。8位、三河健一。男性でありながら、お姉口調で国民的な人気となった三河健一さん。現在で74歳となるのですが、長年、黒髪が美しい髪型をキープしています。
そのため、カツラの噂が絶えず、ビート・たけしさんも、三河健一の頭は無縁ロースターとテレビ番組、爆笑問題カーボーイで語ったこともありました。長年、髪型に変化がないことから、カツラ疑惑が囁かれてきた三河。有名人のカツラネタに目がないビート・たけしは、2017年のテレビ番組、おはよう、たけしですみませんで、三河の頭部を無縁ロースター型と分類。三河が焼肉を食べていた際、煙が前髪の生え際から入り、襟足から出てきたという真偽不明のエピソードを明かしていた。たけしの発言は悪ふざけに過ぎませんが、最近、三河のインスタグラムは、テレビでは見られないお茶目な姿が見られると、若者にも大人げ、今後も飾らない三河の姿と生え際が関心を集めそうです。ヘアバンド姿が波紋を呼んでいる三河。インスタグラムをきっかけに、若い層からも支持を集めそうだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。